今日はマジでやばいっす。5人制アジアカップ日本代表として出場、東京オリンピック 3x3 の日本代表候補、永田萌さんです。お願いします。遅れるじゃん。出た。そう永田萌ちゃんの必殺技、その方に永田萌ちゃんの私物をプレゼントするという、特別企画でよろしいですか？はい。今日はですね、ワークアウトをしていくんですけれども、なんとそのワークアウトの相手がですね、U23 3x3 日本代表、こちらで、まさかの世界一を取ってます。大学は東京医療大学、現在は、トヨタアンテロープス所属、先日のですね5人制アジアカップ日本代表として出場、さらに、東京オリンピック 3x3 の日本代表候補、永田萌さんです。お願いします。やべえのが来たぞ。僕が 3x3 の日本代表の合宿で、女子の対戦相手として、呼んでいただいたときに、対戦したんですよね。DM をくれて、いろいろワークアウトとかをしてほしいというふうに言ってくれて、今日開催することになりました。今までマッチアップしてきた人と違うタイミングで抜かれるっていう感覚があって、タイミングをずらされるし、中途半端じゃ全然守れなくて、スポンスもやられちゃうっていうのがすごいなって正直思います。本当に速いのよ。すごい速くて、男子でもなんていうか、平気でこうすこぶきされちゃうぐらい速くて、左ドライブがめっちゃ速かった印象があって、タイミングをさらにずらすことができれば、めちゃくちゃ速さが上乗せされると思うので、今日はそのタイミングをずらしながら、そのスピードを生かしていくっていうようなことを、覚えていけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。俺が手拍子してる、これがオフェンスの攻めてくるっていうアクションだと思う、はい、同じタイミングで、できるだけ同じタイミングで拍手で止める。せーの。遅れるじゃん。これ絶対遅れるんだよ。次も同じリズムで来るかもしれないっていう読みプラス、オフェンスが手を開いて叩く、手を開いて叩くっていう動作を目で見てる。だからオフェンスは今から攻めますよっていうアクションをディフェンスに教えて攻めることになってるの。これはだから反応されちゃう。もう一回いきます。今からだっていう拍手をやったら絶対に遅れる。この、いろんな種類の動作で表拍子準備させる、動作っていうのが存在する。それを一つ一つ削っていくと、ディフェンスが反応できない瞬間に予備動作がないからドライブできる。ジャンプをして自分が沈んでる時にボールが上がってくる。逆のボールと自分の体がちぐはぐな動きをする瞬間が、タイミングがずれている裏技ですね。出た。いたぞ。いいねいいね。シートは逆にドリブル。そうそうそう。いいねいいね。で次は歩きながら上げてる。そう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 。ということで、ワークアウトは以上で終わりたいと思います。どうでした？自分の体に染みついてるタイミングとかが長年やってきてるんで、タイミングずらすためにはそういう部分も改善していかないとダメなんだなっていうのは思ったし、あとやっぱスピードだけじゃなくて、そういうタイミングをずらして相手をやっつけるっていう部分ですごく勉強になりました。ありがとうございます。実際どう使えそう？使いたいです。使いたいな。よかったよかった、はい、さ、なんか、まあ、よくコメントとかでもあるんだけど、なんか3対3でしか使えねえよみたいなのがあるんだ、はい、絶対これ5対5でもね十分使えるしね。そうだよね、はい、だからぜひね、ダブルの方でももちろん日本代表とかもね試してもらいたいです。ありがとうございました。ありがとうございます。やってみましたっていう動画をくっつけて、ハッシュタグハンバーグ萌え、全部カタカナでハンバーグ萌えっていうハッシュタグをつけて、投稿してください。そうするとそのハッシュタグをこちらで調べて、全部チェックさせていただきます。その中から1名様に、萌えちゃんのバッシュをサイン入りでプレゼントしたいと思います。ディフェンスとのタイミングをずらしたりするときに使えるスキルかなと思います。シュート変形化して一歩こっちの足を出したときに、最初はこっちの足に体重がかけるんですけど、次に後ろ足に若干体重移動するんですよ。おーい、うざいですよね。これうざいんですよ。ドリブルついてる状態が出てて、ドリブルでわー、うざい。で、本当にちょっとお尻の体重をかかとに乗せるっていうイメージだと進むスピードも出るので、こうやって乗せすぎないようにだけ注意してください。最初は対人じゃない状況でちょっと自分でタイミングをつかみ始めて、ディフェンスがいる中でじゃあ徐々にやっていって、あ、ちょっと違うなとか、あ、このタイミングなんだなっていうのを自分で把握していくのがいいと思いますね。一応概要欄の方にも、詳しく応募方法を載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。永田萌ちゃんの今後の活躍を期待しています。ありがとうございました。ありがとうございました。